こんにちは。前回これと同じ動画をアップしたんですけど、今流れてる子供1の音楽の音質が悪くって、音がすごく割れてたので再アップロードしました。っていうのも、私ほとんど自分が上げた動画って見直してないんですよ。で、見直してないというよりも聞き直すんですけど、朝会社行く途中で聞いてて、ものすごく音が悪くって、もう聞くに耐えなかったので、それでアップロードしました。もう再アップロードしました。今流れてるのは、梅田駅から特急に乗って、で今梅田から重曹行って、重曹を過ぎたあたりですね。ここはほんとは梅田駅からの様子も撮りたかったんですけど、やっぱり梅田駅発車した直後とかでホームに人がたくさんいるから、やっぱり人がたくさん入り込んじゃうと動画にしにくいなと思って、そこをカットしてしまったので、で重曹から出発した体になってるんです。体に出発したところから映してるんですけど、南方ですね。この駅は南方を通過しました。少しね、しばらく住宅街が続いていって。こういった何もない土地、広い土地を通過していきます。でも総善寺の駅に近づきますので、ここから工事の様子が見て取れます。すごい工事してますよね。でこの総善寺とか淡路駅とかのこの周辺大工事してるんですけど、もう本当にこう映ってる通り、なんか2025年とか2028年ぐらいに工事が終わるらしいんですけど、でもそれぐらいかかってもおかしくないぐらいの大規模な工事っていうのはもう見てて分かりますよね。でこんな、ね、今柱を立ててる段階ですよね。一回作っちゃったら本当に30年40年とか使い続けるはずのものだろうね。この光景もすごいし、ね、向こうに見えるのは、あ、もしかしたら下新城とかに続く道なのか高架なのかけど、すごい立橋というか柱が作られてますね。土台ですかね、これは。あと今見えてるのは商業施設の工事なのかな。すごい ね、これ完成したらすごい楽しみ。淡路駅って日陰の存在だったのに、こんなに開発されたらどうなるんだろう。すごく楽しみです。